はい、ですね、マイナーフライトの紹介ですね。今回その3回目です。はい、で今回紹介するのがですね、2023年10月3日ですね、中米のですね、コスタリカのサンホセから、ニカラグアのマナグアに行ったフライト。で、これ、三叉航空っていうのを使ってですね、フライトナンバーが RZ1060 です。はい。で、このマイナーフライト紹介のですね、登場レポっていうのを始めたのは今年に入ってからで、その当時ですね、去年の段階何にも飛行機、何も考えずに乗ったんですが、ただこの飛行機はですね、非常にちょっと普通と変わってる点があってですね、まず飛行機自体がもうすごくちっちゃかったんですね。十数名、20名も乗れないんじゃないですかね。ぐらいの大きさ。で、なんと操縦室が、敷居がないんですね。敷居がなくて、ちょっと先にですね、操縦士と、パイロット、機長とですね、副操縦士がこう見えると。で、これ、なんかハイジャック対策とかどうしてんだろうなとかって、ちょっと心配になったんですが、そういったフライトだったので、少しのですね、動画と写真を残しているので、それをですね、ちょっと登頂レポを上げるにはちょっと不完全かもわかんないですがですね、ちょっと紹介したいと思います。で、このフライトですね、非常に、そういった形で、ちょっと変わったですね、フライトだったんですが、それ以外にもですね、いわゆる機長と副操縦士がですね、あれですね、乗る前に点検作業ってするんですね。これなんかもね、非常になんかそれがこう聞こえてくる。これも非常に面白い。あとはやっぱりそのフライトが水平飛行になるとですね、やっぱりリラックスしてくるのはわかるんですね。で、なんかその一回、多分、ニカラグア港だと思うんですが、時になんかこう見えてますよみたいなアナウンスもあったりとか、非常にね、楽しめるフライトでした。はい。ちょっとですね、登場レポートとしては不完全かもわからないんですがですね、ちょっと非常に面白いフライトなので、ぜひですね、ご覧ください。はい。